三菱不走、6RK エンジンは三菱不走トラックバスが製造する車両に搭載される直列6気筒の DOHC24 バルブディーゼルエンジンである。本校では同型エンジンの根幹となっているダイムラーグループの大型エンジンシリーズについても記述する。ダイムラーグループではメルセデスベンツ、三菱不走、デトロイトディーゼルの3社で 設計の大きく異なる大型商用車用エンジンを多数用していたが、世界各地域の自動車排出ガス規制への対応をめぐる開発費の抑制を図るため、3社共同でヘビー・デューティーエンジンプラットフォームと称する機関エンジン群を開発。これをベースに各地域に応じた商変更を加え市場に投入することとした。2007年。 デトロイトディーゼルの DD15 型を皮切りに市販が開始された。ハデップは以下の4種類の直列6気筒エンジンで構成される。建設機械などのオフロード分野で用いるマトゥー向けユニットはメルセデスベンツ向けの OM47X をベースとしている。ボアピッチは異なるが基本設計は共通とされ、ハデップグループ内の部品共用率は90%に達している。 いずれも気筒あたり4バルブ DOHC、水冷、4ストローク、直接噴射式、インタークーラーターボ付きである。高等な圧力に対処すべく、シリンダーヘッドやクランク周りなど、各部の剛性を高めており、従来型の直列6気筒より重量が増加している。DOHC 化は、将来の VVT 採用を考慮したものである。15.16リットル級は、 ターボコンパウンドによる排熱回収で高効率化を図っている。環境対策として燃料噴射系に最大噴射圧2500バーのボッシュ製造圧式、コモンレールシステム X パルス、排気最循環系に大容量 EGR クーラー、連続制御式 EGR バルブ5処理装置に尿素 SCR と DPF を組み合わせたブルーテックシステムを採用。 2009年に EPA2010、2010年に平成21年排出ガス規制、2011年にユーロ6と米日王の世界三大自動車排出ガス規制に適合している。マトゥーのオフロード用エンジンはステージ4、ティア4フィナール両規制に適合する。三菱不走の 6R10 型エンジンは13リットル級のハデップをベースとしたもので、 吸排機関やオイルパンなどが日本専用設計となっている。当初は日本独自の仕様として下級機に VG ターボを用いていたが2014年より他の13リットル級ユニットと同タイプのアシンメトリックターボに切り替えられている。日本への供給は13リットル級に限られているため350から 520PS とたユニットより出力体が広い。 三菱不走の大型トラック、スーパーグレートのマイナーチェンジに伴い、6M70 型エンジンの代替として2010年4月に登場。9月より、同社の大型観光バス、エアロエースにも搭載される。最大トルクの、アルファは VG ターボ仕様、ベータはアシンメトリックターボ仕様。ありがとうございます。